パッ、こんにちは、ヒヨンです。今日はですね、一日オフの日なんですけど、何にもしない予定というか、家にずっといる予定なので、何にもしないゆる一日 Vlog を撮っていきたいと思います。本当にやることがなくてどうしようかなって思って、ただただ見たい映画とかを見ようかなって思ってるんですけど、つぶくば言わずに始めますか。それではスタート。8時ぐらいに起きたんですけど、1時間ぐらいゴロゴロしててやっと動き始めました。で、休みの人はね、やっぱりスキンケアは絶対やった方がいいので、そこだけは頑張ろうかなって思って、まあ当たり前のことなんですけど、スキンケアをやっていきます。あと歯を磨いて、でちょっと洗濯物をやってご飯を食べるっていう感じで、そこまで予定が決まっております。最近起きたら髪の毛をね、こうやって溶かすようにしていて、私髪の毛がさ、床に落ちるのがめちゃめちゃ嫌いなので、それで朝にこうやってある程度溶かして、まあ、髪の毛今日何もセットしない予定だけど、やってると髪の毛落ちるのとか少ないから、最近ね、なんか髪の毛の調子が良くて結構サラサラなんですよ。なんか思い当たる節が、まあ、まずシャンプーで、ドライヤーを最近買ったんですけど、あのレプロナイザーの 4D プラスに変えて、ドライヤーを変える前にウルリスっていうシャンプーリンスコンディショナー使ってたんですけど、それも結構いいなって思ってて、でそっからまたドライヤーを変えてもっといいなって思ったから、なんかその2つに理由があるのかなって。でスペシャルケアとしてロレアルの前紹介したウォータートリートメントも使ってるんですけど、やっぱね、ケアしてあげたらいい感じですね。じゃあスキンケアします。でも朝は水だけ洗顔です。やばい、丸込めみたい。まず絶対に手を洗う。で最初はぬるま湯で顔を洗います。昨日の夜のスキンケアがちょっと落ちるぐらい。はい、で冷水に変えて、おでこ、鼻、ほっぺを各30回ずつ洗っていきます。冷たい。はい、そしたらキンズのブースター。なんか最近ね、ちょっと肌もね、いいねって言われることが多くて、すごい嬉しい限りです。でちょっとなじませて、このエタボスのアルテモイストローション、これすっごい保湿に特化したというか、保湿すごいされるので、今日一日家にいるし、私家にね加湿器がないから、結構家にいる時でも保湿力高いものにしてます。なんかメイクする時だとさ、ちょっとさっぱりの方がメイク塗りやすいとかあるけど、今日はもう朝からもちもちにしてる。黒くのもちもち。そしたらこのエトボスのアルテモイストセラム、美容液の方、そんな多くていうのも、あと少しぐらい、と乾燥の気になるところ、私は全体だから全体に塗ります。本当にね、大人になって肌質が変わったなって思う。なんか肌悩みが、その、まあ、毛穴は引き続きあるんですけど、なんかニキビとかじゃなくてくすみとか張りとか、そっち系になったんだよね。そしたらこのキールズのクリーム、一日何もしない時は多めに塗ってる。このほっぺとかのところから。で最後ちょっと首も流して、肩甲骨回す。スキンケアの完成なんですが、私一応マツパをしていて、もう一番弱いやつで、まつげの毛目を整える。で、おめめっていうまつげ美容液なんですけど、これはあの毛目を固定するっていう意味でつけます。これを塗っとくと、まつげの毛目がパチってなってくれるから。そしたらアイクリームです、ドランクエレファントの。少し目の周りを保湿しときます。なんかね、目のキワキワに塗りすぎると、なんか目がねぼやけて見えるというか、目が痛くなっちゃうから、入らないように気をつけながら塗った方がいいかも。そしたらスキンケアはおしまいで、歯を磨きます。この歯ブラシめっちゃおすすめですよ、プレミアムケア。は
はいって感じで歯も磨いたのでちょっと洗濯物をやってしまいます。めんどくさいものは最初に終わらせる。ちょっと朝ごはんの前に、まあもうブランチっていう感じになるのかな。その前に今やってるねこれ朝勉強をします。めちゃめちゃ地味なさ動画になりそうなんだけど、いつもなんかこのゆったり何もしない一日でいて本当にゆるすぎて大丈夫そう、まあ、私はいつもこんな感じで過ごしているっていうのを皆さんにお見せできたらと思うので、私はこの英語の勉強を頑張ります。これは、朝に1回読んで夜に読んでっていうので5日間やって、土日はこれのテストっていう感じ。ただただね日本語と英語を読むだけでいいらしい。でもそれで結構覚えられてるからすごいなって思う。メールの中で何が明記されていますか？ What is stayed in the email? What is sent in the email? Send じゃない state 述べる明記する state accept a job offer受け入れる、仕事のオファーを受け入れる。 Accept a job offer。 はい、おしまい。ご飯でも食べますか。よいしょ。てかね、久しぶりに腹筋ローラーしたらもうお腹が筋肉痛すぎて辛かったです。やろうか。いくよ、せーの。あ、無理だ。はい、今日のブランチこちら。作りたくないのでナッシュのイカのチリソース、これとこのねパンが残ってるのでセブンイレブンのモッチロールメープルウォルナッツと、あとコーヒー牛乳でも飲もうかな。あとコーヒー牛乳はこれ最近ねこのカフェインレスのこれを飲んでます。これはねだいたい1スプーンぐらい。こちらタコールパウダー、結構ねしっかり飲んでるからなくなってきました。ほんの少しだけお湯を沸かします。でパンは焼こう。簡単、何もしてない。なんかここも筋肉痛でさ、お腹も筋肉痛で嬉しいけどちょっと辛い。ブレーカー落ちたっぽい。ブレーカー落ちた時ってどうするの？こっちだけが切れたの？え？どういうこと？ブレーカーのとこってどこにあるの？これじゃない？なんか一つだけ上に上がってるんだけど。あ、これだ。すごい。こうやってどんどん強くなっていくんですね。チョコール入れるとね、すごい黒っぽい感じになります。今から私のゆったりタイムの始まりです。いただきます。ナッシュは結構簡単だしパパッと食べれるので注文してます。何見ようかな今日。でも最近ハマってんのはセックス&ザシティが U-NEXT で今やってて、あとゴシップガールの新しいバージョンも U-NEXT でやってて、お一人様はもう見ちゃったし、最近おすすめのない幸せのレシピとかも面白いでしょ。ホリデーとかも好きだし、結構昔のやつ面白いのとかってするんだよ。あとねシェフっていう映画も面白い。面白そう。リトルってやつ、テレビを見ながらご飯食べる時間が大好き。
ごちそうさまでした。ドリンクはまだあるので、これをちょっと片付けたらテレビに集中したいと思います。あったかくなって顔が赤い。そしたらガチ寝の素晴らしい空間で、私はテレビに励みたいと思います。一旦映画終わったので、クアン君の写真の編集をします。みんな何もない時何するの？でもさ、なんだかんだ何もないって言っても何かやってますよね。もういつも思うんですけど、なんだかんだ仕事あーとか言いながら、なんか何もしてないとすごい不安になるから、結局仕事好きなんだろうなってすごい自分で思ってる。みんなはどう？休みないの方が好き？いろんなことをね、もう本当にルーティン化しちゃえば結構辛くないんですよね。だからもう当たり前のようにする。そうするとなんか、なんとなく、まあでも私はお家でお仕事をすることも多いから、なんかまた違うのかなって思うけど、はい、こんな感じでじゃあ作業やっちゃいます。なんかさ、何もしてないから本当に絵柄が変わらなすぎてどうしよう。また後ほど。ずっと後ほどって言ってるよね。洗濯物が乾いたので畳めます。てかね、これ超おすすめ。これプチバトーのキャミソール、すごいね、気持ちよくて着心地いいし可愛いし、すごいおすすめです。これはカシウェアのズボンです。家事の中でこの洗濯物を畳むのが一番好き。果たしてきます。じゃあちょっと今からティーラテが270円で飲めるっていうレシートをもらってて、それをずっと取っておいたのを忘れてて、今日までなので、ちょっとこれをね買いに行ってきます。何にしようかな。買ってきました。今日はお得になるレシートで買ったほうじ茶ティーラテのトールサイズオールソイミルクと、これを買いました。ヨーグルト、いただきます。おいしい。ほうじ茶ティーラテ好き。私はいつもエキストラホットにしてます。で、帰ってきて手と足とうがいがしたので、そのまま食べちゃいますね。このね、ヨーグルトも結構おいしいよね、スタバのやつって。だからさ、このいちごのベリーのやつもあるけど、私はバナナの方が好みです。うん、たらーん、アマニ油、オメガ3系のオイルなんですけど、そのまま生で食べるといいみたいなので、ヨーグルトにかけて食べます。いつもはそのままスプーンに入れて食べてる。油だけで飲むと結構苦い味なんですけど、こういうのと合わせてると全然気にならない。はい、じゃああれでもうやることもなくなったので、お風呂に入ってまた夜過ごしたいと思います。半身浴をする予定なので、このコントレックスと携帯とちゃちゃっとやってきますね。はい、お風呂から出ました。とりあえずちょっとね、早くお洋服を着たかったので、最初になんかスキンケアしたんですけど、まずこちら、これがキンズのブースターモイスト。朝は普通のブースターだったんですけど、これはモイスト、より保湿感が強いというか、テクスチャーも結構トロッとしてる感じのブースターを使いました。で、化粧水今1回塗ったのがこちら、アンドビーの VC ローション5。これもなんか10の方もあるんですけど、ちょっと今日は5にしときます。なんかね、肌の調子良かったんですけど、少しおでこにザラつきを感じたので、程よくの保湿の方に今日は夜したいと思います。で、このビープレインカモマイル弱酸性ローション、そんな感じで、とりあえずスキンケアは終わりです。今日はで、ボディクリームも塗っちゃったんですけど、これを塗りました。ライシスのプレミアムモイスチャーボディクリーム。もうお風呂上がりはどれだけ早くスキンケアとボディケアをできるかっていうのが勝負なので、パパパッとやっちゃいました。とりあえず髪の毛を乾かします。はい、お風呂から出ました。すっきり。まあ今からご飯を食べたいと思います。とりあえず昨日買ったポテトサラダがあるので、これを食べるし、納豆、トマト、このおにぎりもあるので、これを食べたいと思います。いただきます。
最近ハマってるとろっとゆで卵もあったので、ちょっとこれとママが作ってくれたキムチも追加しました。おいしい。納豆には絶対にすし酢をかけます。でもすし酢かける人ってあんまいないんだって。ママが昔小さい頃にすし酢をかけて美味しいと思ったから食べ始めたんだって。って美味しいですよね、めっちゃ。今日はあっという間に時間が過ぎました。何もしてなくない？もう一人時間って大切ですよね、こういう何もしないっていうの時間。じゃあご飯はこんな感じで適当に食べます。はい、ご飯を食べ終わったんですけど、これを食べます。デザート、これはね、ビオセボンで買ったオーガニックココナッツチップスチョコレート、グルテンフリーのチョコレートなんですけど、別にカロリーが低いとかでは多分ないけど、ちょっと気持ち的にこっちの方がいいかなと思って、これを3枚食べます。全部食べてしまわないように別皿に移して食べます。うん、おいしい。これ結構美味しいからおすすめ。この後は朝もやったんですけど、夜にまた一回やって筋膜リリースやって、テレビ見てそのまま寝る予定です。イイって感じで今日の動画は終わろうかな。すごい緩い一日の Vlog だったんですけど、いかがでしたか？多分ね、昼と今からやることが絵柄が変わらないので、今日はこの辺で終わりまーす。って感じで、この動画が楽しかったり、また私の何もしないこういう緩い Vlog 見たいなって思ってくれた方は、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。クラーン、アンナー。